近藤健介さんがゴールデンウィーク期間中絶不調だった理由が本人の口から明らかになる。近藤健介さん、この野球界入ってゴールデンウィークとは無縁だと思いますけど、僕は10打席以上休みもらいました。戦う顔してなさそう。入るチーム間違えたのかな。見てる鹿島内、これが複数年のお手本や。田中正義の方が上とか言ってるやつの頭の悪さは異常。この程度でもリリーフごときじゃボロ負けやけど。勝ちたいのに連覇中のオリックスには行かなかったやつ。まあ近藤ならそれなりに上げるんちゃうか。高く飛べる気になっとるだけできついけど、あの顔面でそれはないやろ。これが WBC 戦士の姿か。最終的に打率3割出塁率4割に合わせてくるのはハムファンが一番分かっとるやろ。去年の田中だって9億やぞ。そんなもんや。近藤健介、あかん、全然打てへん。でもハム時代と攻め方が違うからしゃあないや。7億、オスナ、俺の防御率がおかしいって低すぎって意味だよな。防御率 0.00。 6.5億、柳田悠岐、はあはあ、全盛期の力を取り戻して OPS 1.017 まで乗せたぞ。 6.2億、有原、ホークス2軍の補強として日本に戻ってきたで。5億、